スイーツをこよなく愛する人のためのスイーツ図鑑。スイーツ探し隊がやってきたのは、東武スカイツリーライン獨協大学駅から徒歩10分ほどの場所にあるバームクーヘン専門店切り株の家。草加市に小さなお店だけど美味しいバームクーヘンの専門店があると聞いてやってきました。店舗を覗いてみると、あれ、ショーケースに肝心のバームクーヘンがない。工房で作業中だった代表の田口さんにお話を聞くことにしました。生地を温めてるところですね。これ毎日何本ぐらい使うの？煮込みぐらいですね。煮込みで3本とか、忙しい時期になると3煮込みとかやるんですけど、とりあえず毎日回そうとすると、煮込み3本がいいとこなんですよ。今店がもうすぐ15周年なんですよね。だからそれまではサラリーマンだったんで。テレビで見たバームクーヘンに興味を持って、独学で焼き方を学び、2006年に脱サラしてオープンしたそうです。何もかも手探りで始めたこのお店、決め手となるお店の味はどのようなレシピがあったのでしょう？そうですね、基本は何て言うか、こういうスイーツって甘すぎるってなんだってよく言われるんですけど、私自身酒飲みで、私が食べて美味しいレベルで調節してるんで、その辺の塩梅がうまくいってるんじゃないですかね、多分ね。もともと酒飲みのご主人の味覚に合わせて作ったスイーツですって。私塩原にもジャストな味覚な予感。草加で商売するにあたって、なんか地元とコラボレーションした商品が作れないかなっていうところで、草加といえば草加せんべいなんで、粉状に草加せんべい砕いて、チョコに混ぜ込んで、それをまぶすっていう今の手法にしたんですけど、今は奥様と2人でお店を切り盛りしていて、1日に3本のバームクーヘンを焼くのが精一杯だそう。一本一本丁寧に作り上げた切り株の家のバームクーヘン、空気に触れて食感が変化することを避けるために、ショーウィンドウには並べず奥のストレージで静かに保存しているんですって。生地は厳選した秋田産の小麦粉や茨城産の新鮮な卵を使用して、しっかりとした喉越しの良い生地作りを目指しているとのこと。そして切り株の家おすすめのスイーツはこちら、草加バームクーヘン。市内の草加せんべい屋さんから仕入れた醤油味の割れせんとのコラボで完成した草加バームクーヘン。粉々に砕いた草加せんべいを、チョコレートに、混ぜ込んで、コーティングに使ってます。でそれをさらに粉を外側にまぶした、商品になってるんですけども、もともと粗く砕いた、せんべいを、周りにつけてやろうとしたんですけども、すぐにしけってしまって、まるっきり商品にならなかったんですよね。でそれを粉々に砕くことで、しけったりせずに、美味しく、最後まで香ばしくいただける、商品になっていると思います、はい。ビターチョコに細かく砕いた草加せんべいを練り込み、さらに表面にもたっぷりとまぶして、チョコフレークっぽい食感とほのかな醤油の香りがミックスした草加バームクーヘン、ちょっとしたお土産品としてもいいですよね。ババさん、久しぶりですが、スイーツ図鑑への登録の判定よろしくお願いします。